でもマジでこれで読むの？これはもうできない。これはおはようございます。これを今日僕読むんですか？これ全部？あ、無理だ。見たら飛ぶぞ。もっと早く。あ、倍ぐらい早く。あ、それはちょっと無理があるな。でも頑張ってやります。あまり意気込むととんでもない噛み方をしちゃうんで頑張ってやります。これを読んでいけばいいんですか？スーパードラマー TV、 どうも長州力です。みんなブラックリスト見てる？俺がブラックリストシーズン8の見どころ。え、こんなに早いんですか？すいません。早く読むとダメだって。僕サコウスキアーカイブ13とは、そしてデレンで、うわこれは無理だわ。あ、ごめんなさい、すいません。はい、独占日本初放送、前のシーズンは3分でわかるブラックリストで、あ、終わっちゃった。ブラックリストシーズン8、スーパードラマ TV。 あ、すいません、もう一回お願いします。お前こら何がしたいんだこら。あ、無理、早いのは。いや大丈夫じゃなくて俺が無理。見たら飛ぶぞ。あ、終わり、もう。あー、よかった、終わったんじゃないのこれ。ブラックリストシーズン8、スーパードラマ TV 独占日本初放送、前のシーズンは3分で分かるブラックリストで予習できるぞ。あ、もうこれで終わり。はい、どうも。いやー、これはもううまくいかない。これはじゃあまずお疲れ様です。本当に疲れた。いつもこういうこの喋る仕事は本当にこれで良かったのかなっていう、常にこうちょっと落ち込みますね、気分的に。ご自身で何点、点数つけたら何点ぐらいにできる？30点ぐらいじゃないですか。最初はね、分かんなかった、あのこの筋書きが。だいたい予想するんだけど、自分が予想したストーリーと全く違った展開になっていくっていう、うん、それと飽きないっていうか、ロケがもう映画のようにこうなんか結構大きなスケールでやってんなっていう、そういうところにちょっと、うん、惹かれて、そのストーリーと一緒に惹かれて入っていくと面白いなと思いましたね。多分自分が想像、自分で想像した以上の展開になっていくっていう、うん、だいたい筋書きを自分で想像みなしながら見ると思うんですよ、このブラックリスト。でもそれを覆して、うん、あの見れば見るほど、ああ、本当に予想以外の展開になっていく、その面白さっていうのがありますね。ブラックリスト、これをご覧になると飛びますよ。